手を出しています。その手に対して、手で力で下ろしても、まあ少しは下りますけれども、まあ、お互いに拮抗する。まあもしくはちょっと負けるかもしれない。できます。体を伸びる力。天の引力、地の重力。それに引っ張られる気持ちを持ったまま沈めていきます。この引力と重力を使い、自分を沈め、そして相手にも沈めし、天の引力を感じて、地の重力を感じて、それを相手に伝えます。次は腕をこうやって、これの場合はもう本当に大変ですね。これは相手の方が近いので、それでこの形で下手すると僕が浮いちゃうかもしれないです。この状態をまた同じことです。やることは同じです。実際問題、このような形になってても、天の引力と地の重力を感じて、普通に同じことをやっていきます。肩をつかまるとき、それに乗っけるだけです。そして、ただ自分が沈むことで、相手も一緒に沈んでいく。今度は手を握られました。この手をこの上にやっていきます。そして ここに圧をかけてもらいます。その圧を一旦抜いていきます。で、今度は相手にこの圧をかけてもらったのを、ある程度その圧をかけてもらってるのをそのまま引いていきます。最初にこの圧を拮抗する圧を立てていく。で、その圧を抜いていって